京本政樹のラジトバ。皆様こんばんは。久し仕事人京様こと京本政樹でございます。さて今夜も始まりました、京本政樹のラジトバ。最近テレビでは飛ばすに乗って飛ばしに飛ばしまくっておりますが、この番組では日本放送からラジオでも飛ばすぜといった感じで、略してラジトバでございます。毎回素敵なゲストをお招きしまして、深い話、魂話をお送りしたいと思っておりますが、さあ今週はですね、先週に引き続きあの次長課長のねえ我らが河本が遊びに来てくれておりますので、さあ河本くんとはですね、出会いは飛ばすなんですけども、飛ばせ飛ばせという番組なんですが、まあ本当にもう長い付き合いになりましたね。もうまるまる本当に3年目に今突入しておりましてですね、本当でもいい男です。こうやって、来てくれるのが非常に幸せだなというふうに思いますね。彼は本当にフォローがうまいです。今夜もどんな話が飛び出すのか楽しみにしておいてください。もちろん番組では皆様からの熱いメッセージをビシバシとお待ちしております。メールアドレスは京本アットマーク 1242.com、 京本アットマーク 1242.com。 ラジオでも飛ばせー。品川錦糸クリニックプレゼンツ、京本政樹のラジトバ。この時間は品川錦糸クリニックがお送りします。京本政樹のラジトバ。日本放送、京本政樹のラジトバ。京本政樹のラジトバ。さて今夜も先週に引き続きこの方が遊びに来てくれました。うわちょっと待ってよ、俺の紹介あれやん、ウルトラソウルが入ってますやん。いやいや泣きましょうが入ってません。はい、いやいやはい、あれいやいや違うさあ、河本純一くんが遊びに来てくれました。びっくりした入りですよ、河本。はい、嬉しいね、河本来てくれると。もうバックにウルトラソウルなってますやん。もう最高だよね。もう俺のテーマみたいな。これを河本のテーマソングにしよう。僕ね、実はビーズの稲葉さんも同郷なので、岡山県津山市っていう場所で、僕津山市 の観光大使もやらせてもらってて、津山に行くと稲葉さんのお兄さんがいろいろそういう観光とかの会長をやられてるんです。だからタクシー乗ると稲葉さんの幼少の頃からの跡地を回れる観光タクシーがあったりとか、いろいろ盛り上がってるんです。その稲葉さんと知り合いなの？もち知り合いどころか、僕映画も撮りましたから。おい津山で。はい。そこまで深い仲だったの？いや深いですよ。そこまでの深い仲でのこのギャグだったの？いやいや、それではまたちょっと違うんですけど、これは勝手にやってますから、もしかしたら稲葉さんが怒ってくるかもしれないです。怒ってるかもしれないよな、はい、これはもう稲葉さんもだし松本さんも怒ってくるし。でも俺結構ね、先週も言ったんだけどさ、深夜さ、このウルトラソウルをさすごいさドヤ顔でさそうですね、歌ってさ、でまた韓国で歌ってますからね。ウルトラソウルヘイって言ってますから、歌って全て全部済ませるってパターン好きだったんだよな。あ、そうなんですか。ありがとうございます、うん、あれそれまた違う深夜番組の。そうなんだよ、そうなんだ。俺韓国とはまた別の。結構韓国とは別に、はい、河本の深夜番組の遭遇率高いんだ俺。ありがとうございます。河本出てると思って見たら、ウルトラソウルドヤ顔でポッと終わるやつありました。あったの？ありました。 TBS の番組で それでも使いました、ウルトラソウル。だろ、あれを見たのよ俺。ウルトラソウルの曲に乗せて違う人の歌詞をそこに入れるんですよ、うん、で歌ってる やつやりました。どうなんだけど、例えば、うん、津軽海峡冬景色の歌詞で、うん、ウルトラソウルを歌ってみたりとか。あ、例えばやってみてよ。津軽海峡冬景色はいみたいなとか。そうそう、やってました。周りがすごく弾いてるんだけど、そうそう、シーンとしてて、すごい河本としては俺だけドヤ顔、思いっきりドヤ顔で、はいはい、あったやったぜみたいな。それ見ててくれてんすか。俺見たのよ。でそれを俺飛ばすでやろうと思っていつも忘れちゃうんだよ。あ、そうなんすか。ちょっと今度やりましょうやろうか今度。いやでも河本、はい、リクエストしていい？はい。え
その入り飛ばすのまんま来るのやめてもらっていいですかもなんか毎度のことで僕あんまりそんなにびっくりしませんけどももう3年間もう慣れましたので今日様のそのもうもういきなりのやつも全部僕は免疫ついてますから大丈夫ですリクエスト自慢じゃないけど、はい、いや別に自慢することなかったよまあそれも全然慣れてます自慢するパターンとないパターン、はい、大丈夫ですこれさリクエスト河本ってさ、はい、でもすごいよなその切り返しの速さがえそうですかいや僕兄弟時々ついてきてない時あるだろいやでもそれは京様と慎吾さんに結構僕つけさせてもらいましたよいろいろと筋肉は鉄筋コンクリートは鉄筋コンクリートの下りなんかだってよそでできないですからね他の人でこれできないこれ今あれだよなラジオで鉄筋コンクリートそう難しいよラジオで鉄筋コンクリートって難しいよないやじゃあちょっとお水飲んでもらっていいですか初めて飲むお水みたいですよ、うんうん、これなんか海外のお水らしくて、うんこのまろやかさ、うん、この香水、なんて言うんでしょう、日本にはないお水なんでしょうね。この香水の硬さ、まるで鉄筋コンクリートみたいですね。みたいなことを今俺が喋った体なんだよ。そうなんですよね。それを京様がやったというのをラジオでやってるんですからね。ラジオでやった、ねだから僕絶対伝わるわけがないので。俺でもあるコンボとあれだよ。はい、自慢じゃないけどね。はい、昔さ、はい、俺がやっぱりやってたラジオでさ、はいはい、ミスターマリックさん呼んだことあんだぜ。ミスターマリックさん、ああミスターマリックを呼ぶって言ったらさバカかお前はって言われたからプロデューサーからえほんで実際え言ってきたんですかラジオで、はい、マジックしてもらったんだよダン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 伝説の中の一つやってんだけどこれそれ見てんの俺しか見てないんだようわすごいですねこれ楽しくないこれ池谷幸雄さんが昔ラジオでバク転やったんですよドンっていう音しか聞かないこれはもう秀逸で、バク転しますって、ドンっていう音が。そういうのいい。いいでしょだから僕も昔オールナイトニッポン R、R って言って深夜にやってるやつで、もうそういうのが大好きだから、地下町で、絶対伝われへんことやろうって言って僕タンバリンクイズやったんですよ。もう全然伝われへんやつとか。タンバリン。もう、いや、もう、音楽も何もないです。僕がただ単にタンバリンを叩いて、これ何の曲とし、曲でしょうかっていう。俺最終的にそれ武道館でやったんですからおいこれ京本の先のラストまでいただいていいその話いやいやもう全然いいですよこの企画いいよね全然いい とんでもないことをやってみるで俺でもそのマリックさんが来た時にすごく楽しかったのはリスナーの方には申し訳ないんだけど、はい、俺は感動してんのよいやそれが見えなくてもだんだん見えてくるんです、うん、ラジオのいいとこそこですよ京様ほらほら この返し方このフォローのうまさこれがね飛ばせ飛ばせ、3年目に突入した。この理由。いやいや、本当に本当に。あれ考えてみ、はい、あれ、河本さ、俺たち、河本呼ぼう、河本呼ぼうって河本呼んでもらったんだけどさ、はい、最初ウエンツの案もあったんだよ。あ、そうなんですか。でもウエンツもそれ言う必要あります今。え、ウエンツそれ言う必要ありました今。いや、ずんと重くのしかかってきましたけど。いや、ウエンツもね、ウエンツが一応、ウエンツ司会者だったじゃんか。今も司会者だったじゃんかって、まだ辞めてませんから。今もう司会者あれ困るんだよ、ウエンツのさ、相方ってのは、小池徹平って俺の親戚だからさ。そうですよ。ほんで、もう徹平のことばっか言いすぎ、もうちょっと本当にウエンツ凹むときあるから、今日様。そうか。徹平のこと褒めすぎ。徹平がさ。いや、徹平がいいっていうの分かりますけど。徹平はさ、って言ったら、ウエンツなんか固まるんだよな。そりゃ雲行き怪しくなりますよ。あいつ一応やっぱ徹平のことも、あいつの中では一応ライバルというか、まあ、自分の中ではね。俺でも知ってる、はい、ウエンツと徹平がワットでデビューした時に、俺ダウンタウン、ダウンタウンのやってるヘイヘイヘイ。はいはい。で、呼ばれて、出て、はい、俺が親戚だって初めて行った時なんだけど、その時ね。あ、ゲストでワットが出てうん、ゲストで出てきて、まあ、サプライズでってことサプライズで出てきて、それで、実は京本政樹さんと小池徹平さんは、親戚だっていうのがね、マスコミにもボーンと出た。あ、ごめん、ちょっと今携帯になっちゃった。今、リスナーの方、結構オンオフが、区別なく喋りましたけど、今の携帯になっちゃったは、今日もまさきさんの本当の携帯が鳴っただけで、話とは全く関係ございません。すいませんね、リスナーの皆さん。それね。同じトーンで喋られますので、今ちょっとよくわからなかったでしょうけど。それね、普通に。戻るんすか、話。今、携帯鳴ったこといります、今。いや、だって今、森田健作だったの。またっすか。
なんで最近ね。なんで本番中に制作さん鳴らすんですか。最近森健がね、はい、あのほらあの今千葉県ね、はい、大変な時期だから、はい、あの大変な時期にね、はい、もう大変な時期なんだけど電話が来てたの。今日も大変だよ今って、いや大変ですねって言ってた、はい、最近何言ってきたと思う。はい、メールアドレスができたから京本これからメールで連絡するから。ほうほう、要するに大変な時期だからメールにして。なるほどなるほど。それで今メール、あ今メールが来られたんですね。検索さんから今なんて入ってたと思う。いやわかんないですね。潮干狩り行ってきたって大変な時期なんですよね。大変ですね。大変な時期に潮干狩り行ってきたっていう、はい、あでもまあまあそれ重要です、うん、そういうこと、あのみんなもう、うん、本当にね大変なことは分かりますけど、やっぱり普通に戻ってね生活はなんとか、ね、多分あの聞いてる人たちはさっきのてっぺんの話どうなったのかなと思ってんだろうな、はい、なってますし、うん、もういいかなとも思ってますいいかなと思って、はい、もうどちらでしょう。リスナーの方にお任せします。検索さんの話でもいいです。検索さんは本番中に電話してくるっていうのはよく飛ばすでもね、ありますから。なんかさ、はい、でも河本あれだよな、はい、飛ばすのロケ中、ロケが。鉄平さんの話はしないんですね、もう結局。わかりました。なしで。なしで行きましょう。また今度しよう。はいはい。ね、また今度。置いといてくださいね、その話じゃ。俺また来ますから。いや、俺ね、心配だったんだよ。ほら、飛ばすのさ、ロケ中にさ、はい、なんかほら、手相を見てもらったことあったの。ありましたね。ヒゲの親父に。俺さ、すごいさ、これ見た方だったらわかるかもしれないけど、ある場所に行ったら、喫茶店がなかったんだね。そうなんですよ。その喫茶店に行くと手相を見るっていう場所なんだよな、うんうんうん。で、そこで手相を見てたら、まず今日様見てもらったらね。俺が、そう結構いいこと言われたんだよな。いや、結構どこじゃないですよ。一生安泰ぐらいのこと言われた。一番いいことです。で、慎吾ちゃんなんて言われたっけ。慎吾さんが、あと5年。5年。持って5年で消えてしまうみたいな。兄弟だから今すごい気にしてんだ。あと4年しかないっつって、はい。言ってますもんね。カウントダウン入ったよカウントダウン入ったっす。はいはい、言ってましたもん。ね。で、僕が、とりあえず大病、まず病気に気をつけなさいっていうのと、気をつけなさいって言われた。京本さんと、柳沢慎吾さんについていけば安泰ですから大丈夫ですみたいな言って。で、次の日はい。二日後ぐらいだよ。はい、俺ね、違うんだよ。皆さんね、これ、テレビでは言わなかったんですけど、はい、俺、最初あれなんだよね、風邪かなんかで降板したって出たんだよな。あ、そうです、そうです。新聞に。それで、風邪で、その、吉本の、その舞台がなんか降板したっていうようなことがポンと出て、で、俺メールすぐ打ったんだよな。はい。河本に、大丈夫かって言って言ったら、だからね、だいぶ、ちょっと、間が空いて、もちろん間が空いて、連絡が来て、河本から、今日様、風邪じゃないんです。そうですね。で、え、風邪じゃなく何ってなったら、はい、世間が大変な騒ぎになった。はい、はい。っていうところでな、時間的しちゃったんだな。はい、嘘でしょ。本当にさ。自分で喋って自分で締めていくんですか。ごめん。どえらい番組じゃないですか。また来週来てる。来週、うん、来週再来週でしょ、うん、来週僕、俺仕事で無理ですよ。え、じゃあ再来週来てよ。いやいや。時間合わせるよ。え、俺に時間はしぼる。俺ちょっと今、話途中のやつが多いから、皆さん、再来週ちょっと、楽しみにしててください。さよなら。とはいえ。河本ありがとう。ありがとうございます。京本まさきのラジトバ、品川錦糸クリニック提供。京本まさきのラジトバ。品川錦糸クリニックプレゼンツ京本まさきのラジトバ。この時間は品川錦糸クリニックがお送りしました。京本まさきのラジトバ、今夜の放送いかがでしたでしょうか。河本2週にわたってきましたね。再来週なのに来てくれるんでしょうかね。そうなんです、実はですね、来週23日はプロ野球中継のためにお休みでございまして、再来週5月30日にまたお会いしましょう。先日亡くなってしまいましたけどもね、本当に悲しい出来事でしたけども、キャンディーズのスーちゃん、僕実はスーちゃんとは家なき子というドラマでね、すごく皆さんは家なき子で共演したっていうことでご存知かもしれませんけども、僕は家なき子よりもずっと以前、十何年前にキャンディーズが終わってすぐかな、一度引退なさって、女優として復活なさった時に、出会いましてですね、すごく仲良くした思い出があります。実は、初めて言う話ですけどもね、彼女がちょうどキャンディーズ終わって
って女優さんまで2年間ぐらい業界いなかったんですけどもね、戻ってきた時に、レコード会社に所属してちょっとご自分でまたレコードをちょうどやられてたんですよ。当時またレコードだったんですけど、僕もちょうど、ビクターからちょっとポリドールの方に移籍してシンガーソングライターとして歌を一生懸命作ってる頃で、その歌を聴かせたらスーちゃんがぜひ一緒にやりたいって言ってくれてですね、この歌じゃあ一緒に歌おうなんつって盛り上がって、レコード会社の垣根を越えてできるんだろうかと思ったんですが、すいません、残念にも2人で練習したんですけどできなかった。それが、そういう曲がありました。その曲を、ピンチヒッターとしてスーちゃんの代わりに歌ってくださったのが、坪倉優衣子さん、坪倉優衣子さんというのは、僕とこの歌を歌った後後々、何年か後に踊るポンポコリンで大ヒットを飛ばすわけですけども、まあ、あの坪倉さんにもすごく感謝しておりますが、スーちゃんと歌った記憶があるだけに、この歌は非常に思い出深い歌になっております。これは僕はあのファンの方にも喋ったことがないので初めてのお話だと思いますが、今夜のお別れの曲はその京本政樹作詞作曲のですね、すーちゃんと歌うかもしれなかった歌、恋はマジックという曲でお別れしたいと思います。京本政樹のラジトバ、お相手はあなたの京本政樹でございました。さようなら。